皆さん、こんにちは。レック、キャリアコンサルタントの養成講座、試験対策講座やってます、キャリアコンサルタントの小松です。はい。今日は、統計資料、スピードマスター道場の説明のビデオね、こちらの方でご覧いただいている方、本当ありがとうございます。どんなものなのかって中身をご紹介させていただこうかなって思ってます。国家資格キャリアコンサルタントの問題って、思ったより難しいですよね。で、すっごく統計が出てるじゃないですか。で、第1問、第2問あたりで出てる、問1、問2あたり出てるのは、ちょっといろんなの出てるし、わかんないし。で、10問程度では、なんか能力開発に関しての問題が出てて、あれ？これちょっと、なかなか見たことないぞ。で、中盤ぐらいにも、例えば女性とか、例えば、老齢の方とか、あと学校の調査とか、あと、障害者の方の就労状況とか、いろんな統計が出てきてて、つかみどころがないですよね。で、この統計、資料、スピードマスター道場では、基本的に2本立てで、何本も立ててるんですけど、2本立てで実はね、構成してるんですね。どんなふうに構成してるかっていうと、実はよく出る統計ってあるじゃないですか。このね、の実に言うと、一番出る統計ってこれなんですよ。能力開発基本調査。で、次に出るのは労働経済白書あたりなんですね。で、労働基調査とか一般職業紹介状況、こういうの重要なんで、で、こういうものと、あと、ポッと出るけど、やっぱり対応しなきゃいけないって問題あるじゃないですか。で、そういったところの問題を、うまく融合して、で、皆さんに、本当に単発とか2回とか、ね、例えば1年1度出るような問題に関して、統計に関しては、こういうところをポイントで見とけばいいですよねっていうところをちょっと見ていただいて、で、解説をすると。で、本当に特にね、今1章と2章がすごい出てるんですけど、毎回のように出てるところに関してはこういうところがポイントですよって、過去問出てるのはこういうことだけど、過去問出ないものも出る可能性があるので、そういうところも含めて問題形式で捉えてます。あと第1回から第21回までの試験分析してあるんですけど、第1回の統計と第20回の統計では、要するに参集してる面が違いますよね。ですので、基本的に昔出た問題を今の統計に当てはめて最新の状況にしてるんですね。ですから、皆さんお持ちの、例えば統計の情報集とかあると思うんですけどね。ただ、あれってやっぱりある程度1年ぐらい前の編集じゃないですか。ただ、このね、統計資料スピードマスター道場に関して言うと、基本的に本当に今11月なんですよ。ここに書いてある通り11月なんですけど、11月の試験終わった後、今出てる最新の統計からね、皆さんにちゃんと解説をするようにしてますから、試験で出る時点の最新のものをね、皆さんにご紹介できてて、それをね、過去問の出題傾向に当てはめて第1章以降やってますから、ね、結構勉強になるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃあ、どんな構成かもう一回説明しますと、この試験の狙いは、試験に出そうな最新の統計の内容をざっと押さえます。で、第1章以降はその場で問題演習をして、ちゃんとね、そうした問題演習つけてありますから、知識確認してもらいます。で、 A から C に関しては過去問を解いてもらう。 A から C の説明この後しますからね。で、実はパート3ってところは、女性とか若者とかシニアの、ね、統計とかを見ていただきますから、受け終わった後でいわゆる様々な類型の方の知識なんかも入って、キャリアコンサルティングの常識、実力がアップするということがあるんで、出たことない統計もかなり対応できるんじゃないかなっていうふうにしてあります。で、進め方として、第1章から第 A 章から第 C 章は、21回から19回の出題の統計とか発表資料の論点、後の章に出てないものをフォローします。ですので、試験のホームページで解いてから解いてね、解いていただくと、見ていただくとすごく効果的かなと思います。で、第1章、以降はオリジナル問題がついてますから、聞き流さずに見ていただいて、ポーズをかけて解いていただきますと、ね、いや知識が定着すると。いうことになってきますね。で、どんな内容かって言いますと、まずパート1の1時間半ぐらいは、第20回、19回、18回でこんな統計出ましたよってことのご紹介。で、第1章からね、これ結構1時間近くやってるんですけど、1時間以上やってるんですけど、能力開発基本調査、一番出る、能力開発基本調査、どんな調査なのか、実際にね、問題形式も含めてご説明をしています。で、その後、今回キャリアコンサルティングについて結構特集があった労働経済学書、ここら辺の令和4年版中心にお話しています。最新の統計ですね。で、労働力調査とか一般職業紹介状況。こ
この後、就業構造の基本調査とか、賃金構造の基本統計なんか見ていただきつつ、で、第3章では、商談室の様々な類型、こういうのも、皆さんデータ見ていただいてます。で、ね、この線が引いてあるね、ところね、第20回試験、それから労働経済の分析、それから、ね、雇用均等基本調査とか、働く女性の実情は、本当に、今回のね、実言うと、第21回試験の時期に出たものね、いうことの第22回試験対応のために書き下ろした部分が非常に多いものなんで、なかなかこういうのは市販の本では難しいと思います。よろしいでしょうか。市販の本は基本的にね、何ヶ月か前から編集して、で、出版して1年とか2年持たさなきゃいけないんですけど、この講座は毎回毎回この講座のために最新のものをね、押さえてますので、見ていただいて実力つけていただきたいなって思って、そういう思いでやってますので、ぜひ、ご活用したいなって方はご活用してください。ただ、スピードはありますが、ボリュームもあります。ですので、ぜひお勧めしたいのは、一回試験に失敗しちゃったなって方に関して言うと、やっぱり一から統計とか見ていくっていうことね、もう養成講座の全部の中身からね、見ていくっていうことをね、やっぱりやるの辛いと思うので、こういった講座を使ってもらって、ポンポンとね、押さえていただく。で、統計、ね、情報集見てもなかなか、QR コード見ても分かんないなって方が使っていただくのにいい講座かなって思ってますので、ね、いいことなんで、ある程度なんか勉強進んでる方の方がこれ向いてるかなって思いますので、その点気をつけてください。これ見ただけで実力がつくわけじゃなくて、ボリュームも結構ありますし、問題解いていただく時間も必要ですからね。そういうところは気をつけていただいて、でも買っていただいてやっていただいた方はすっごく良かったとか実力ついたっていうね、そういったお声をいただくこと多いんですんで、ぜひね、時間取っていただいて勉強できるなって方は、年末年始とかね、1月の連休とかに勉強できるな、やりたいなって思う方に関して言うと、ぜひ利用していただいて合格をつかみ取っていただきたいなっていうふうに思います。そんな構成になってますから ね。というわけで、この時間は統計資料スピードマスター道場の説明をさせていただきました。はい、お会いできる方ぜひね、頑張って勉強しましょう。ということで、お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。